はですね、えー、特別ゲストを本日はお招きしておりますので、えー、後ほどまた渡辺先生の方からご紹介していただきますので、皆様、お楽しみしていただければと思います。はい、えー、それではこれよりご購入いただく、えー、渡辺先生のご紹介を行わさせていただきます。中部特集会病院健康管理センター長、渡辺信之先生。1963年愛知県生まれ、名古屋大学医学部卒業後、沖縄県。 中部特殊会病に入され、ののネタ地、イラブ島、島島宮古島などの離島医療に従事。離島では脳卒中や心筋梗塞など重篤な患者さんを救えないケースも少ないため予防医療に注目。2010年、国楽に行く院長に就任以来生活習慣病外来を運営して1万人以上の患者様を肥満糖尿病や高血圧をはじめとした生活習慣病の改善に。 成功させておられます生命を安心して預けられる病院健康と生活を守る病院理念のもと、現在では市民への啓蒙活動の一環としてメルマガやツイッター地元のコミュニティ FM 歴代でパーソナリティを務められております数々のメディアにも支援されるなどその活躍の場を広げられております 本日のテーマは自宅トレーニングと食事療法となっておりますそれでは渡辺先生よろしくお願いいたしますはい皆さんこんにちは命だけは平等だ肉卵チーズメイク特集会渡辺信行です今日も最後までお聞きくださいそれではみさん私今肉卵チーズメイクって言いましたけどね これちょっと簡単にお話ししましょう。私たちは誰もが健康になりたい、長生きしたい、いろいろ考えています。あるいは病気をしたくない。あるいは病院へも行きたくない。それで私は予防医療、予防医療にたどり着いたんですが、そこで結局私たちのすべての病気、ほとんどの病気は食事から来るものである。 これに気づいたんですよですから昔々ヒポクラテスってギリシャの人はね「食事で治せない病気は医者でも治せない」こういうことを言ってるんですよ。つまり私たちは母親から生まれてどん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 成長していきますけどね病気っていうのはまずは外から何らかの力が働く外から 何か異物が入ってきてき病気になる。これがかなり大きくてね例えば太陽の光がたりに続けると皮膚がんになるとかあるいは自然界に発生する放射能これも浴び続けると良くないあるいはよく言いますよね水が悪いから病気になったとか、ね、排気ガスこれも良くないとかそれと同時に私たちが見逃してはいけないのが食事だったんです。つまり、どどんな食食事をどのように食べれば、 健康になるかあるいはどのような食事は健康に良くないかこれを毎日毎日考えながら食べることが健康への道だったんですねそこで皆さん必ず押さえておきたい食事があるんですこれはもう世界の常識厚生労働省も言ってますけどね必ず食べなきゃいけない栄養素必ず食べなきゃいけない栄養素はタンパク質 この皆さんご存知ですね最近もね、タンパク質食べたら健康になる。タンパク質いっぱい食べよって言って、えー、コンビニでもね、なんかタンパク質が入ってる。食事結構売ったりしてますよね。だからまず皆さん、タンパク質は食べなきゃいけない。だけど、タンパク質は質が良いもの、質が良くないものがあるんです。では、質が良いタンパク質とは何か実はこれは 動物性のタンパク質なんですえー、っという人たちもいるかもしれませんがこれは考えてみれば簡単ですよねまず赤ちゃんが生まれた赤ちゃんが育つためには赤ちゃんも当然タンパク質を食べる必要があるんですが赤ちゃんが摂取しているタンパク質はおっぱいミルクつまりお母さんの体から出てくるミルクタンパク質 ミルクこれはミルクに入っているタンパク質これは全て動物性のタンパク質なんですですから質がいいタンパク質は動物性ですですから皆さんねあと植物タンパクとがあります別に植物タンパク食べてもいい、ね、別に食べるなではないですけど今の時代さらに健康になるためには植物性タンパクよりも動物性タンパクを選ぶ だって動物性タンパクって言ったら肉卵チーズスーパーで買えますからねだから私たちは動物性タンパクを食べなきゃいけないそれからもう一つ脂質油です脂油もね私たち食べなきゃいけないんですよ必須栄養素ですで先ほど食べた食べなきゃいけないタンパク質っていうのはね体を作る働きがある文字通り私たちの体を作るんですよ ね、肉でできてるからで脂質油油はね今度は体のねホルモンになるんですあるいはあ体を修理するですからコレステロールはね女性ホルモン男性ホルモンの材料なんですよ体内でコレステロールがホルモンに変化するあるいは女性にとってはねお肌が気,気になるんですが体を治すのがまたコレステロールなんですよ つまり脂質は体を治すそれから体のホルモンである油、ね、それからもう一つ運動するエネルギーになるからね油はだから油食べないと動けないですから脂質も食べなくちゃいけないじゃあこの脂質いっぱいあるからね皆さんとりあえず油を食べてくださいエネルギーになるからあとは体内で質のいい油体に良い油 脂も動物性脂植物性性植があります。まずは油だから食べてください。動ける。で、体内で体に有用な働きをするのはコレステロール、つまり動物性の脂質なんです。えまあ、これも考えてみれば分かりますね。赤ちゃん、赤ちゃんはおっぱい粉ミルク。入ってる油は動物のお母さんのおっぱい。で、また粉ミルクもね、皆さん、 よく粉ミルク買ったら原材料を見てくださいラードやバター入ってますよ一番たくさん使われている油が豚脂豚の油なんです厚生労働省もねこれは飽和脂肪酸って言って食べなきゃいけないちゃんと食べる量も決まってるんですよで脂質もね必ず太る脂質で太るものではないこれもまあ今や常識なんですけどねですから 私たちはタンパクと脂質動物性タンパク質と脂質をたくさん食べるこの食べるということが私の健康を守る一番大切なことなんですよ。よくねサプリがいいとかあなんかいい薬があるとかあ病気になったら病院へ行けばいいとかいろいろあるんですが基本的なことは生まれてからこの年になるまで毎日食べ続ける食事その食事は体を作る。 動物性タンパク質の動物性タンパク質あごめんなさい動物性タンパクそれからエネルギーになってホルモンになって体を修理する動物性の脂質これらを食べるということが大切なんですで動物性タンパク動物性脂質といえば何があるかって言ったら肉卵チーズこの3つなんですよねっですから お年子どもからねお年寄りまで誰もが分かりやすい食事もうめんどくさいことは言わないとにかくタンパクと脂質を食べてくださいこれには肉卵チーズこの3つがありますまず皆さんこれを食べることこれだけで健康になりますそれから先はお任せしますよいろんな方法がありますねあれがいいこ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 れはもう皆さん調べていただいて大丈夫なんですが まずはどんな人でも必ず簡単にできる食事法が肉玉のチーズそして30回かむこれも付き加えていただきたいですねで動物性タンパクと脂質をたっぷり食べるとどうなるかと言いますとねタンパク質の特異動的作用っていうのがありますタンパク質の特異動的作用これはねタンパク質っていうのはたくさん食べるんですけど 食べ過ぎたりね、多く食べるとね、それでもね、タンパク質捨てることはできないから。まず体を作って、その後はね、活力になるんですよ。元気が出ちゃう。つまり体が勝手に動いちゃう。動きたくなる。これがタンパク質の特異動的作用なんです。ですから、よくね、運動しなさい、うん、運動しなさいって言うんだけど、これはね、タンパク質をいっぱい食べておくと勝手に運動したくなって、勝手に元気が出ちゃう。 ねまあ、よく肉食の欧米人は元気だとか言うんですけどねこれがタンパク質の特異動的作用なんですよ、ね、よく焼肉屋に行ったらみんなおしゃべりわわわわわわわするとかね焼肉と楽しくなっちゃうこれもタンパク質の特異動的作用それで、えー、普段意識していなかったね運動も何かしたくなるんですよですから私の患者さんもね メック肉卵チーズをたくさん食べてってってねたくさん食べ始めると例えば女性の方はねなんか掃除をする機会が増えるとかね男性の方はねなんか奥さん連れてドライブに行くようになっちゃった買い物に行くようになっちゃったって体が動き出してそこであれちょっと元気が出たなって気がついてそのうちにねジムに通うねなんかトレーニングをする運動する運動もしたくなっちゃうんですねで体も勝手に動くですから皆さん まあ、運動は体に健康にということで運動したいしなくちゃいけないと思ってる方もね実はメックです肉卵チーズを食べるとタンパク質の特異動的さやで勝手にムズムズして動きたくなるんですで私もねあの自己流でそれなりにね例えば運動もメックだから何かしたくて運動してましたあの、VR、ゴーグルってのはめてのめね VR これ見ながら何か家の中で走ったりね僕はアウトドアしませんからね家の中で走ったりね VR ゴーグルかけてねなんかボクシングゲームとかババンバ,ババンってやったりしてたんですけどついにね、えー、実は今日ご紹介するトレーナーの先生宮本先生って方なんですけどねまあさまざまな経歴があってね、えー、訪問あ訪問診療じゃないな何て言うのかな 往診ようないね家まで来てくれるトレーナーをしてくれるということでね、えー、私2ヶ月ほど始めていますまあさまざまな効果も出ていますが皆さんその宮本先生をご紹介しますねえー、まあ自己紹介は彼の方に先生の方からしていただくことにいたします宮本先生宮本先生よろしくお願いします はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい,い、はい、ご紹介を預かりました、えー、平中ジムカーストレーニングミニア代表の宮本達也です。はいささよろしくお願いします。ます先生え富、ー、山先生と同じ、えー、年男です。まあ人周りからい違うかな <laughs> はい。失かりました。はい。<laughs> はい。普段はトミックスク市内にある平中ボクシングスクールジムと、うんえー、県内 張メインにパーソナルトレーニングをやってます、えー、先ほどお,お伝えしたように、えー、渡辺先生とは昨年の10月からご自宅で出張パーソナルトレーニングを受けてもらっています先生とまだう2ヶ月に週に1度のトレーニングなのですがうん、うん、早くも結果は出てきております、えー、先生の体感を踏まえた上で、えー、なぜ皆様に加圧がいいのかうん、うん 短い時間ですが頑張って、えー、分かりやすく説明していきたいと思いますねよろしくお願いします。はい、でまず、あ、カードトレーニングって皆さん知ってますか、えーまあ、あと受けたことありますかとかで大半の方が知らないと思います。で知ってるまあ昔流行ったので、えー、知ってる方の中には受けたことあるけど、えー、実はーク議論はよく分かってないって方が大変だと思います。 あと、正液の加圧インストラクターではない方から、不適切な加圧を受けて、なんか、怪我したとか、そういうこともよく言います。はいはい、本日は、カーストレーニング、正液資格者として、カーストレーニングの解説,解説と、まあ、ちょっと簡単な実技じゃないんですけど、なぜ運動が必要になのかも話していきたいなと思います。よろしくお願いします。<laughs> じゃあ、やっていきますかね。 カーストレーニングってまあなん,なんか結構ボディービルダーがやるみたいなイメージもあるんじゃないかなと思います。ちょっとありますか先生。そうですね、カーストレーニングって、ね、やっぱこうやって巻いて重いのを持ち上げてさ、あ<ー>トレーニング陣で、ね、こんなことやってるイメージはありましたね。でも実際にはやってないですよ。実際はカーストレーニングって、うんえっと、低負荷、短時間、短期間っていうのがまあ、 言われてて、まあ先生も最初はおもりがなしでスタートしたんです。うん、覚えてますかね。<laughs> そうです。おりで、えっと奥様とお二人合わせても一時間かからなかったです。うん。二時五分ずつとかかな。そうですよね。うん。それに合わせてもまもんです。はい。はい。で短期間でだいたい一ヶ月以上二ヶ月やるとだいたい効果が出始めます。 普段やってない人ほどうん、まあ、私の場合はねあの初めてやった初日の日がねぐっすり眠れたんですよああ。そうですね血行促進でトイレにね1、2回は毎日のように起きてたんだけど、トイレにも行かずに、はい、多分ね眠りが浅いからトイレ行ってたと思うんですけど、加圧<ー>したらね次の1週間ぐっすり、はい、寝てました、ね。<ー> あの翌日出勤するんですけど足が軽いんですよ。<ー>これがね最初に思ったイメージですね。思ったもん、あのと思って。うんまあ、カーントトレーニングのだいたい五大要効果って代表的なこと言われてるんですけど、うんえー、筋力アップ、うんえー、血行促進で成長ホルモンによるダイエット効果であとアンチエイジング成長ホルモンによるで回復力アップアリ,アリアビリに使えるので。 血行が良くなるので,でまあカーストレーニングってこれ,これ結果なんですけど、えー、一番何の,何のためにやるかっていうと成長ホルモンを出すためにやるんです、ね、で成長ホルモンのメリットって言ったらさっき言ったそのダイエットとかアンチエイジングだけじゃなくて、まあえー、運動能力の改善とか、うん、えっと認知機能の向上とかさっき言った安眠もそうだし、まあ、自律神経の前向きあそうですね前向きになる。 これがめちゃくちゃあるんですよ。うん、で、あと、まあ、よく言うのが、髪とか爪が伸びるのが早くなる。で、子供だと身長伸びるなんてのも聞いたことあると思います。うんまあ、成長ホルモン効果ですね、まあ。成長ホルモンってあのメック食でも出るんですけど、<laughs> あ <laughs> まあトトレニングはそういう別のアプローチで対応しましょうっていうで、うんはい、で、カス、普通、 成長ホルモンをカーストレーニング普通にトレーニングで出そうと思ったら結構きついです結構さっき言ったみたいに重たい重量で結構うん歯を食いしばってがっつりやると成長ホルモンが出てきますようやくきついのはできませんきついでもカーストレーニングだと、えー、さ最初に、えー、説明したように、えー、低負荷短時間短期間で出すことができます でちょっと今これ簡単に言ベルトを今持ってきてるので <laughs> 説明します <laughs> はいちょっとえっ、ー、と三角形のスキャンにこう軽く巻いていきますこれのベルトはえっ、ー、と専用のちゃんとしたベルトですあの市販のあ、えー、簡単なベルトじゃなくてこのーツのロゴが入った、うん、正確視覚者が持っているベルトですあ こうやって、えー、血がどん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 また四肢に流れていきます。手に。わかります。血が流れていくんですね。で、この時に運動します。グーパー。先生も最初これから始まると思います。たたったこれだけでしたよね、はい。これからを始めて、ぐーって力を入れて、多分んこれでもわかると思うんですけど、ちょっときついんですよ。<laughs> この時点で、ちょっと乳酸がどんどん溜まっていきます。 血は入っていくけど戻りにくい状態をこれ作ってます。で、どん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 ここに乳酸が溜まっていきます。なので、えー、カーストレーニングは、えー、低負荷だけど楽ではないです。<laughs> これは先生もわかると思います。うん、そうですねで,すでも重りがな,なかったね苦しくはななかった重りがなくてもいいので関節の負担とかかからないです。うん、だから女性でもお年寄りでもできます。怪我してもでできるので これでどんどんど乳、うん乳酸を溜めていってこここに乳乳酸酸溜溜ままっててすめめちちゃゃくをれでベルトを外します。でベルトを外した時に乳酸が一気に体に流れます。乳酸が一気に流れると脳みそが、えー、私きつい運動しちゃって勘違いするんです、うん、で勘違いすると、えー、性防御本能で成長ホルモンを出します脳下垂体から。これがカーストレーニングの仕組みです うん、なので今,今のグルーパー運動とかでもちょっと運動した気になると思います、まあ、これもやってみないとちょっと分からないんですけど、うんうん、す先生も多分分かったと思います、うん、これでこれで、えー、とこのベルトを巻くだけで、えー、いつも、うん、肩甲骨を動かしたり肩回したりするだけで効果めちゃくちゃあります本当にありますこれはもう体感してほしいなっていつも思ってます、うんうん だいたい先生だと今2ヶ月トレーニングして肩甲骨周りの動きがものすごく良くなってそうなんですね肩甲骨周りの動きが良くなるので姿勢が良くなるんですね、うん、はね、いはい、姿勢が良くなるとこの一挙数量が増えるので脳みその確定か成長ホルモンだけじゃなくてこういう血流を良くするってことにカンストレーニングのメリットがあるので、うん、はい、はい、ものすごく元気になっていくと思います で先生あ僕、実はこれ、病室なんですよね。ねは <laughs> <laughs> はい、はい、はい、で実は今、僕、入院してて、リハビリでカーストリング使ってるんですけど、まあ、それはちょうといいんですけど、えー、っといっ、実は先生の今、1か月間トレーニングできてないんですよ。<laughs> うんうん。そうですね。はい、骨折したからね、先生 <laughs> <月>。1か <laughs> 月, <laughs> 月やって、1か月できないんですけど、うん、これで先生、今、1か月僕、トレーニングできなくなって、なんか、うん 体感変化ありますかうんあのねまずはムズムズしてるっていうのは持続してますよやっぱり病気なのかな<ー>やりたいっていうのはあーはい、うん、それからやっぱりね足取りも軽くてそれはいいんだけど変わったことはねやっぱり夜中ちょっと起きるようになってきたかなあ<ー>、うん、これがやっぱりあの加圧のおかげっていうかな、ねうん かなと思います、ねうん、で朝もねちょっと起きづらくなってきた。あ<ー>うん、か僕の場合はね肉体の改造というよりはメンタルの面かなそれ、はい、が良くなってきた気はします。<ー>で確かにこれ動きも良くなって、ね、ここ,この筋肉もついてきた気はし,して、これもね衰えてないと思うんだよ。1回してないんだけどね。 だけどやっぱりしないと変わりますよね、やっぱり毎,毎週やってたからね、はいでそれではもう楽しみに楽しみにしてたんだけどね、うんまあ、もっともっと続けないと、はいうん、まだまだまだ未知の効果を試したいんだけどね。あ,ありがとうございます。そうですねやっぱり運動習慣化すると、えー、っと生活の生きがいになるので、これを僕も思ってるので、うん、本当に。 そう先生が加圧は前向きになるって言ったからやっぱりやってるきはそうだと思いますね。やっぱりこれがもうあの他のトレーニングとの僕は差別化だと思ってるので、加圧トレーニングはこれからもよくやっていきたいです。うん、そうなんですね。まあ、あの、加圧トレーニングやることによって、うんまあ、筋力作くってのは本当に一つの効果でしかないので、もう。 今度いろんな無限大だと思っているので、もう皆さんいろんな感じ方があると思うのです、先生はこのす睡眠、安眠について持ってくれたのと、もうすぐく嬉しいなと思います。そうなんですよあのトレーニングというと、今までのイメージはね、重いのを持ったり、ね、うんうん、でなんか、まあ、柔軟とかやって、筋肉をつけてさ、はい、そのためにやるという意識があったのね、はい、で、やってやるとかさ、 だから自分でね、あのダンブルとか買ってや,るやったは見たんだけど、もうきついの嫌だしさ。うん、で、先も見えないしね。はい。うんと言ってね、習うのもね、そんなきついの嫌だってなってたのね。うんうん、だけど、先生が来るとまた違うね。うん、ほたくさんの筋肉を使、うん、動かて、体を動かしてもらおうと思ってやってます。 そんな感じですよね。ぐーっと打って、力入れるとか、気合入れることないですからね、先生が来てくれると。はい。あと、ボクサーサイズもちょっとやってくれたりしたんですけど、ね。そうですね <laughs> もともとも。もともとプロボクサーで。はい。はい、これは本当にストレス発散になりますね。はい。なるほどね。うん、で、まあ、僕は週に1回のペースだったんですけど、まあ人も、はい、人もそれぞれだと思うんですけどね。 まあ、例えば月に1回でもあのやる人とやらない人ではやっぱり違い出ますかあもう全然違いますねまあ、うん、今先生は週に1回なの、うん、週に一回,回だと、えー、年間で50日です、うん、約、うんうん、年間で50日、うん、で50日で10年間やると500日 <laughs> <laughs> そっかうさぎ年の僕はあと 60年間生きるからね。<laughs> で、はい。ゼロの人は、うん、一生ゼロなわけです。ね、週に1回からまずトレーニングでやりといいなっていつも思います。そうですね。週に1回全然か。まああのそんなにね負荷もかからないし辛くないことからねあの続けられると思います。はい。もう20あ20一人30分あれば全然、うん。本当そうなんですよ。 ね、心よい疲れっていうか、ね、別に息がはあはあするわけではないんですよ。心よい疲れでもう食べたらすぐ寝ちゃうって感じでした、ねはい。続けることが大事です、はいうん。そうですね。まあ、いろいろお話聞いて、先生、あと皆さんにね、あの先生がに教えてもらわなくても家でできること、今一つだけピッと教えてもらいますなんか、えー ストレッチ。あ<ー>肩甲骨周りを使って肩甲骨たくさん回してください。あこれね。はいあ。これは効きそうだね。はい。で、胸を張って<あ>、まああの。自分の体をよく触ってください。それが一番です。あるあ自分の体に興味を持つと、うんあの、もっといろんな欲が出てくるので、痩せたいでも、筋肉ついたいでも。そうだね。自分の体に興味を持つと。 はい、これからはね、健康にテーマですからね、メッコもそうです、ねはいはい、うん先生もいろいろ頑張って、はい、またあお家でも待っています。はいはい、<laughs> ありがとうございます。うん、えー、っと、で、皆さんからの質問も先生、よろしいですか、受けて。あはい、どうぞ。稲福さん、よろしくお願いします。 はい、ありがとうございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。渡辺先生どうもありがとうございました。はい、ぜひ、あの、今、お話の中でですね、どうぞ気になることがありましたら、ぜひあの、ご質問いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、チャットの方でもご質問、えー、受け付けますので、チャット Q&A 機能の方の、えー、ご入力していただいて、ご質問の方を受け付けますので、よろしくお願いいたします。 直接お話しすることもできますので、えー、皆様のリアクションのアイコンの方から、えー、手を挙げる挙手のボタンがありますので、そこをクリックしていただけましたら、えー、ミュート解除、こちらで依頼をしますので、よろしくお願いいたします。 稲福さんはこういうお話はなかなか講演ではない,いうそうそうですね。すあの、今日、楽しみにしてました。本当。はい。あの、実際、まあ、カーツトレーニングっていうことで、うん、まあ、ちょっと、まあ、なんか締め付けるっていうイメージがちょっとあるんですけど、まあ、あの、実際、私の方からちょっとご質問いいですか先に、宮本さん、はい、すみません。あの、実際、カーツトレーニング、まあ、えー、まあ、 やってはいけない人とかまあ全然やってもいいですよっていう人たちがいると思うんですけどそこのちょっとなんかすみ分けみたいのが何かあるんですかねえっ、ー、と基本的には、えー、血栓がで,できるって高血,高血圧の人は、えーうん、やらない医,医師の判断が必要です。あ,なるほどあとまあ妊娠中の方。ああはいはいはい。 で結果が出たっていう方もたくさんいます。<ー>でもこれはあの本人の意思,意思次したいなってこので、うん、あともう一個妊娠なんですけど逆,逆の話なんですけどえ妊活にもすすごくいいで僕のお客さんは結構妊娠してくれた方がいいです。ね、うん、あの血流良くなって体が温ま,ったの温まるので女性に関してはものすごくはい。 そっちの意味でいいんですけど、まあ一般的にはあの妊娠中の方と、えー、高血圧の方は禁帰、えー、とされております。うん、だけどこれまあの医療行為じゃないので言い切れないんですけど、カーストリーニングは結果的に血圧を下げます。うん、これはえっ、ー、と縛ってトレーニングをすることによって血圧があ血管が増えてきます。毛細血管が毛細血管が増えていくんですけど、人間の血液の量って変わらないので。 人間の血液の量は変わらないのに、血,血管が増えるってことは圧が下がるっていうことので、うん、結果的に血圧は下がっていきます。だけど、これはあの自己判断基本的にもね、血圧の方はね分かりました。ということは、もう、まあ、幅広く、年齢の方も幅広く、まあ、ある程度の年いってる方でも、全然いけるっていうことでもあるんですかね。 寝たきりの方でも、えー、縛るだけでも、はい、最初はやってます血流が改善するっていうので確かに、ね、あの血管が増えるこれはもう実例として分かりますし、うん、あとはあのお年寄りの方ってあの足の先の血流が悪い方とか結構いますからね、はいうん、あるいは糖尿病を患うと、ね、あの血行が悪くなって先っぽがえし。 腐ってしまうって方もいるんですけど、食欲、うん、とかね、いろいろ血行を良くする方法もあるんだけど、この加圧もね、血流が増える面ではね、いいし、特に高齢者でもね、あのマンシェット巻くだけで激しい運動とかしないんですよね。はい、ですから、意外と在宅のリハビリの患者さんにもね適応はあるかと思うんですけどね。うん、そうですね実際のののまあ年配の方方膝の悪い方 あの来られると思うんですけど、うん、なかなかやっぱり歩くのもちょっと、はい、まあ歩きづらい方もいるまあそういう方々にも結構効果的な部分もちょっとあるんですかね、まあ、圧をかける。はいはい、いいですあの関節、まあ、立って関節を負荷をかけるトレーニングだけがすべてじゃないので、うん、座って足の,、えー、足のグーパウンドとかやるだけでも血流がどんどんよくなるので。うん、なるほどわかりました、ありがとうございます。 まあいろんな方にいろんな方々にできるっていうことですね。もうハバロありがとうございます。はい、はい、えー、ぜひご質問のありありましたらぜひあの宮尾さんの方に、えー、直接お話しすることができますのでよろしくお願いいたします。宮尾さんも体調の方はもうだいぶ。 よくはなってきてますか。足はい。はい、今まあ足の骨折なんですけど。ではい、ね。<laughs> はい。でも本当に加圧のおかげでどんどん元気になってきて。うん、はい。血流もうもう血止血も止まってるので、うん、しっかりトレーニングしてもう回復も解放にもういいいい方向に向かってます。そうですね。もう早く入院の退院して。もう圧されてたんです。はい。入院のリハビリでも加圧してたんですか。はい 今は,今は病,室僕あ病室で僕がこの病院で使う許可が出ている時間が15分だけなんですはい、はい、その時間帯にカーストレーニングをやります。はいはい、で僕今足の骨折なんですけどやっぱ足に加圧は今できないんですけど上半身で加圧をするんです。うん、ではい、はい、上半身で成長ホルモンを発生させてうん、うん、でそれが結果的に血が巡って下半身にいい経過ができる出ます。 それで、だから今僕、あの傷の眠りがものすごく早くて、ああ、そうか、ん、ものすごく、よく看護婦さんにインタビュー取りたいけど、<laughs> はい、はい、ものすごくやっぱり、あの僕、実は欠損してたんですよ、はいはい、傷、ね、が。でも、はい、もう、もう戻っちゃってるんですよね、うん、すごい、これは。なるほど、やっぱ血行がよく,よくなって、成長ホルモンが出て。はい 別の治りは僕三十五なんですけどうん、うん、やっぱりかなり早い方だっておりますは <laughs> はい、はい、ま言われました。結構結構びっくりしてるみたいですうんな。なるほどね。やっぱり若々しいですね、<も>宮本さんは。あ<ー> <laughs>、やっぱり若々しくなるんでしょうかね。<laughs> うん。ああ、そうですね。やっぱ血流って大事じゃないですね、やっぱり。はい、うん。 まあこういうね、はいね宮本先生のあの、まあ、僕も実践し,し始めて、で先生の話聞いてるとね、ねメック肉玉子チーズとの、ね、共通点が意外とあるんですよ。はいうんあの前向きになるこれもそうですしね、ね食べて活力がつくし、はい、で縛って活力がつくし。よく似てますけど、食事に関して、メックに関して先生どうですえっと メックあ脂の、まあ、はい、アルバブラを飛ると、血管にものすごくいいんですよ。うん、うん血管がやっぱ張る筋肉の元気になるのはやっぱ脂なんですよ。ああ、やっぱり。で、だから、うん、えっとですね、ターツトレーニングするとパンプアップって、ね、一酸化窒素が出て、めちゃくちゃパンパンになるんですけど、はいはい、これ、しっかり脂を取ってるときって、すごい張りが出ます、うん、筋肉ああ。血管もものすごく元気です。 でこれがやっぱり普段運動しない方とかだったら、うん、カーストリーニングしてもあんまり血管が張らないんですよね。血管、うん、細い。で、しっかり油を負担から取ってる人は血管、うん、がものすごく張ります。筋肉がパンパイン。だからそれだけで栄養を送り込むが力が強いってことなって、ね。なるほどね。やっぱりちょっと、うん、油を取った方がいいなって思います。<ー>な,なるほど。まあメックでは質のいい油ということでね。あもちろんです。パターやラドっていくんですけどね。はい。はいあ 油を取りましょうって僕も思います。僕自身も体調かなり良くなりました。あはい。はい。先生とこってお会いして、油を取るようにって、うん、あ、もっと早く油を取ればよかったなと思います。あの、特にね、スポーツマンの方で、あの実践する方はそういうことをよく言いますね。あ、そうですね。っさっき言ったホルモンの。うん、あの、えー、やっぱり。僕ら、原料とかすると、えーうん、どうしても。脂質を削ると、うんえー、弱くなっちゃうんです。 <ん>弱くなっちゃうんですね<あ>実をってやっぱ男性ホルモンが落ちちゃうので、うん、ああなるほどねだから今はもうどっちかというと油を取って減量しましょうっていう考え方の方がすごいいいですねおおなってきました,なってきましたじゃないとなるほどねちちはいはいはいそうなんですあのさっきもねちらっとお話ししたけどエネルギーが必要ですからとりあえずはね <laughs> うん、これは脂質と糖質がありますよね。で脂質はね9キロカロリーあるんです。はい、糖質は4キロカロリーあるんです。うん、だから別に4キロカロリーの等で動く分にはいいんですけど、ただ糖質はガソリンだけでね体をつ体になったり、ホルモンになったりね、ね、うん、あるいはメンタルを改善する作用は何もなくて、<あ>糖質はエネルギーにはなる。うん だけどさらなる上を言ったらねやっぱり脂質ですねはいうんエネルギーも高いしはいホルモンなる加、うん、圧度もやっぱり脂質の重要性はあるんですねはいはいあメンタルもそうでしたねはいもちろんですあと食事の指導でタンパク質はどういう位置づけになりますかタンパク質はえー、っと自分に合ったりを取ってほしい自分やうん タンパク質は取りすぎても害はないんですけど、あくまでも7時のカロリーバランスなので、それに取った時点でバラ,バランスを変えながら取ってほしいなって思っています。はい、そうですよねこれも、ね、別の切り口から言いますと、ね、厚生労働省は、ね、その人の1日のカロリーの応じて計算するってああですよ。はい、だからカロリーが高い人。 要するに運動をたっぷりする人はそれだけにどん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 ん増やすってこっちゃんですね。逆にこれ食べないとね、また意欲も食べる意欲も湧かないからね、そこのところが難しいんですけどね。うん、やっぱりタンパク質取った時たくさん摂った日って本当にやる気出るし、もう今。そうですね、カーツとメック、これからも何か面白いことができそうなんですけどね。はい、はい うん、先生もいろいろ頑張って開発の指導よろししくお願いしますね、はい、もう先生にはお願いしたいのはもう病院食にもっと油を増やししてほしいこ <laughs> 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 れはね実はあの厚生労働省も言ってるんですよ質のいい油は動物性の脂肪、ね、動物性のタンパク、うん、で何でも食べてもいいですよって出てるんですけどね なぜかあの和食の指導の中で組み立てられてしまいますからね。まあでもね、今の時代は動物性タンパクもバターもラードも食べられる時代ですからね。ぜひ皆さんね、えー、皆さんの声を出してさ、病院にもっとあ病院でステーキとか食べたいよね。<笑><笑>病院は食べちゃいけないか誰も説明できないんですよ。ですよね。はい 絶対傷治りり早くます、あ、もちろん、あそうだな、ね、先生も。これも実際、メックさんでもそうですよ。やけどは早く治るし、風も早く治るし、<ー>卵さ個でコロナも早く治るし。もう、メックと医療も切り離さないところで。はい、僕はメックのおかげで患者さんが元気になって、えー、まあ僕も喜んでもらえると。そういう仕事してますけどね。まあ、これからも。 まあ僕の先生ですからね、はい退。退院予定はありますかえっと、今月いっぱいになります。ありがい首を長くして待っておりますのでね。ぜひ来てください。ありがとうございます、えー。稲福さん、はい。今後そろそろもうおしまいになりますけど、皆さんどうでしょうか、はい、いかがでしょうかじゃあ、今月いっぱい、宮本さんがもう退院できるように楽しみにしております、はい。ありがとうございます。はい 皆さん、いかがでしょうか大丈夫でしょうかもっとあのもう少しあのいろいろとあのお話し聞きたいと思うんですが、そろそろ時間にありますけど、最後の中、もしご質問がありましたら、ぜひどうぞよろしくお願いいたします。はい質問あのインスタグラムいただけるの、エアーもう行ったら嬉しいです。そうですね。あの、宮本さんのあのインスタの方で、渡辺先生の方にあの QR コードがあの見えると思いますので、もしそこをちょっと、はい。あの フォローしていただければあの幸いです。よろしくお願いいたします。あのこの後終わった後もですねあの苗子さんの今のこの QR コードをあの貼り付けておきますのであのそちらからまたあのフォローしていただいてあのメッセージもいただければあの苗子さんは早く退院できるように頑張ってしていくと思います。よろしくお願いいたします。はい それではまああのー、今日は宮本さん最後に一言今日の講演を締めてくださいえよろしくお願いしますトレーニングについて、えー、人間はトレーニングをしてまあ汗をかいたりすることによっての脳化すねりたいから幸福ホルモンが出ます幸せになりますね、うんはい、やってる楽しいって思うと思いますうん、うん、でこれってえー、っと 砂糖と食べたりなんか美味しいもの食べると同じものが運動して出るんですよ。うん、セロトニンとか、ねで。だったら、ね、運動してなんかみんなで一緒に幸せになった方がいいなって僕は思うんです。運動して幸せになるんだったら僕はいいなってそう思ってるので、まあ、僕と一緒に運動してみんなで幸せになりましょうって僕は思ってます。 みんな美味しいもの食べて、運動して幸せになりましょう。はい、お願います。命だけは平等だ。また次回、皆さんあで。次回も講演とか。はい、今回からお願いしてよろしいです。はい、はい、またお願いします。次はもっと。わ<ー> <laughs> かりました。どうもありがとうございます。稲夫さん、どうも。 あはいえー、本日の,あの,、はい、あの講座の方はまたあの渡辺先生の YouTube の方でもまた配信しますのでぜひよろしくお願いいたします。あの中特のまたあのオンデマンド配信もあの今日の録画の方もしたいなと思ってますのでぜひよろしくお願いいたします。はい、はい。じゃあ本日は宮本さん、渡辺先生ありがとうございました。はい、また次の配信楽しみにしております。本日はどうもありがとうございました。

はい、先生ありがとうございました。